はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。トムジンです。兄貴です。よしです。よろしくお願いします。お願いします。どっから出てきたの？キウイ。隙間からですよ。隙間ね。何の隙間だ？隙間から。これ実は、うん、パソコンなんですね。はい、これ実は、引きで見ると、はい、これ。はい、どーん。今回ですね、うん、ツイッターではね、常々言ってたんですけども、はいはい、なんと、うん、この度、はい、うちのチャンネルに、はい、スポンサーがつきました。はい、ふつつ何年でした、ね、8年ぐらいね。8年目でようやく、チャンネル立ち上げて8年ぐらい経ちましたけども、はいはいはい、こちら、はい、ガレリアさんにね、はい、スポンサーについていくことが決定いたしまして、はい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 、はい、PC をですね、はい、いただきましてね、ね、提供していただきましてそうなんですよね、うん、でしかもですね、うん、僕らのやっぱまあゲームもちろんね、うん、しますし、生放送もしますし、うん、動画の編集もするということで、うん、めちゃめちゃ高スペックの、うん、PC をね、うん、3台。すごい、やらすい話、うん、はい、これどのぐらいの、うわー、聞いちゃう、ね、あー、こっちの話ですよね、はい、聞いちゃう、こっちのね、そう、やっぱり、はい、気になりますよね、はい、まあ、大きな声では言いませんけども、はい、3台合わせると、はい、ちっちゃいな、おい、ほんとちっちゃいじゃん。聞きたいですか？うん、聞きたい。なんと、うん、120万円。マジか。やばいな、これ。すごいね。これはですね、うん、まあ、それだけいい、うん、機能がついてるんですよ。はいはいはい、はい。だから一つ、大体だから40万円相当のものが、うんうん、3台ね、今回、僕らにこう提供されたんですけども、はい、これも一重にですね、うん、ガレリアさんと見る目がいい。まあ、間違いねえだろ。よく俺たちに白羽の矢を当てたと思うよ。はい、うん、それは僕らはね、うん、そんじょそこらの、うん、付け方しませんので、なんていうかな、普通ならこういうのって、うん、ツイッターでさらっと説明したり、はいはいはい、まあ、動画でね、うん、ちょっとやったりとか、うん、なんですけど、うん、まずこうやって実写にね、うん、してること自体、うん、かなりレアなケースらしいんですよ。うん、なるほど、はいはいはい、ちゃんとね、うん、で、もう概要欄にはもうバチバチバチっと毎回入ってますし、ね、そうね、そうね、やっぱりスポンサーにはとことんコーディーへつらっていきたい。そうですね、そういう感覚、概要欄、はい、ツイッターのところもね、はい、書いてありますし、うん、そんな形でですね、うん、がっぷり四つの形で、はいはい、ガレリアさんとね、うん、お付き合いしたいなということなんですけども、はい、うん、今回じゃあちょっといただいた、うん、そのスペックなんかをね、うん、ちょっと、ご紹介していきましょうかね。はい、お願いします。とりあえず、うん、もうサムネも取り終わったんで3台邪魔なんで下ろしますね。はい、というわけで、うん、まあ、気になるのはね、うん、こちらの、スペックだと思うんですけども、はいはいはい、こちらですね、うん、CPU ですね、うん、脳みその部分ね、そうね、うん、インテル、うん、Core i9 の 1900K っていう、うんうん、とんでもねえ頭脳が入っておりますわ。むちゃくちゃ賢マンがね、賢マン、賢マンが収まっていること、はいはいはい、はい、東大クラスですね。あi9 でも、うん、まあ、数字が高ければ高いほど、うん、そうだね、あれなんですかね、後期に作られたというか、そうだね、いいやつ、まあ、A やつなんらしいんですけど、はい、次、グラボですね。はいはい。グラボが、うん、NVIDIA GeForce の、うん、RTX、うん、2080の Ti のタイタンですね。そうやね、うん、これがですね、はい、もうマイクラに直で影響する。そうそうなんだよね。これがあるからこそ本当は影モッドもできるし、はい、リアルタイムトレーシング、はいはい、で反射する感じだよね、あれがすごく出るよね。そうですね、アニキーズこそバニラやけど。しようと思えば全く同じ。次が、うん、メモリですね、はい、メモリが、うん、引きますよ、はい、64GB ですね。誰が使いこなすメモリだよ。なんかメモリって言ってみれば、その作業する机みたいな。そうですね、だから、うん、本当金持ちのさ、はい、長い食事する時のテーブル、そうですね、ぐらいのやつ で宿題やっとるみたいな。そんな感覚だよね。そう、確か 16GB のやつが、まあ、4つ刺さってるみたいな、あ、そんな感じなんで、うん、まあ、とんでもねえ、うん、メモリですわ。うん、結構同時作業なんかもするんで、僕らは、うんうん、編集しながら何かとか、うん、そうそうそう、その編集で書き出しながら、うん、書き出す時間って暇じゃないですか、うん、暇だね、ね、もうその時間に、まあ、言ってもでも書き出しすら早くなっちゃったんで、そうそうね、暇な時間くれっていう、ま、そうね、待つ時
使わないやん。そう、あんまりっていうぐらい、はい、まあ、あの書き出しにも、うん、あのかなり優れていますね。そうだね、そこはやっぱグラボーが影響しますよね。うん、そうだね。あとですね、うん、まあ、気になるところがその、うん、まあ、どんだけ記憶すんねんというその C ドライブ、D ドライブの、はいはい、うんうん、話なんですけども、はい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 、まあ、C ドライブに、うん、SSD で、うん、1テラ入っております。すごいよねこれはね、すごいんやで。 USB のフラッシュメモリーの、うん、要はバカでかいお化けみたいなのが、うん、あの起動ディスクになってるから、はいはいはい、そこに Windows が要はインストールされてるから、はい、とにかく起動がめちゃ早い。めちゃくちゃ早いですよ。早いですね、ほんとに。電源ボタン押したらもうすぐだもんね。一瞬で済ますね。そうですね、もう押す前にもう起動しとるぐらい。それはないそれは故障遅っ遅かなって思ったらもう起動しろよ。シンプルな故障だもん。PC って結構なんか、うん、なんか不具合あると、うん、再起動したくなるじゃないですか、うんうん、あ、なんかね、うん、あのソフトの兼ね合いで、うん、まあ、一回こう立ち上げ直すかって時、うんうん、めっちゃ早いんで。そうそうね、え、本当に立ち上げ直したみたいな。そう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 、やったみたいな。結構だからそこが時間かかると心折れるんだよね、作業の、ね、昔本当 YouTube やり始め、僕ら、うん、ノートパソコンでた時、うん、地獄でしたよ。地獄やったね。よう今から考えたらあんなのやっとったな本当に1個書き出すの40分だった。ほんでちょっとなんか文字とか間違えとってもう一回書き直して、うわ終わったみたいな。で、挙句の果てにコメント欄でここの文字間違ってますよ。知らんわ知らんわそれっていう感じで、うん、立ち上がりがものすごく早い、うん、はい、うん、あとは、うん、D ドライブですね、うん、動画とかね、うん、めちゃめちゃ保存しとくための、うん、ハードディスクもですね、ハードディスクでね、そっちが、うん、なんと、うん、4テラです。もう永遠にあるしかも、うん、僕らのクラウド上に入れてるじゃないですか、うん、そうだね、だからその公開し終わったやつとかは、うん、紐付け外して、うん、クラウド上に置いといて、うんうん、なんていうんです、実際使うの1テラあるかどうかぐらいってことは、すでに3テラぐらいはあまりだけど、そう、ね、でもやっぱ大事だよね、そこ。そうですね、余裕があることが大事だし、うん、あの、そう、その余裕があることによって、はい、結構そのゲームのインストール何でもできるから、はいはい、あ、そうですね、うんうん、すごく便利です、うんうん、やっぱ思い出は手元に残しておきたいのもあるんで、うんうん、そうだね、はい、それだとやっぱね、うん、4テラぐらいいるかなというところで、うん、とんでもねモンスターマシンになってしまった、ね、すごい、なんか心よくね、ほらこれも欲しいこれも欲しいっていう感じで、そう、結構ね、うん、どっか削られるかなと思ったんですけどね、うん、めちゃめちゃ心よく、うん、しかも3台かける3台よ、ね、うん、やばいよね、目を疑ったよねいいんすか言ったはいいけど、いいんすか、うん、いやでもおかげさまでめちゃくちゃ快適に実況もね、本当にそうですね、うん、これは、うん、本当おかげさまですよ、本当にね、マジで。PC に関しては何本あってもいいですからね、やっぱね、なんか、まあ、1個あれまあ何本あってもいいですからね、何本あってもいいけど、確かにでも、今だいぶその昔に比べて、はい、まあ、40万ってまあそこそこの値段だけど、はい、でもどうせ買うならずっと使えるもの。あ、そうですね、そうですね、で、なんかね、俺らよく買ったじゃん、はい、で、結局なんか中途半端なもの買うと、はい、なんかこれやりたかったのにっていうのができないんだよ、ね、あ、そうですね、最初の頃やっぱ知識もなくて、うん、特に、うん、ノートパソコン時代に失敗しましたね。失敗したしたね、もう何台も、うん、なんていうの、捨てっていうか、もうね、もう捨てですよ、何十万これも使えんなみたいな本当に捨てだったな。結構知られてないですけど、そのグラボも、はいはい、そのノートパソコン用のグラボと、うん、そのデスクトップ用のグラボで、うん、同じその番号2000とかでも、うん、あの圧倒的にそのこっちの方がいいみたいな。そう、処理能力が全然違うんだよね、うん、同じふりしてなんか、うん、あれはダメだと思うよ、騙されたわね、まあ騙されると間違えやすいです、ね、うん、間違えるよね同じ1080とか、うん、でも、うん、違うんですもんね。そうそう、ね、違うんだよ、デスクトップの方が強いと。結局デスクトップの方がいいんだよね、うん、意外とね、うん、PC ってね、うん、持ち運ばないっていう。そうだね当然だよ、うん、まあそうだよね、あの皆さんにお伝えしたいモンスターマシンのノートパソコンは重すぎて、うん、持っていきたくなくなるし、うん、そうだね、まあ、あとあのやっぱり形がさ、ノートパソコンってやっぱちっちゃいから、はい、冷却がちょっと無理
するから、ね、あ確かに、ね、結構うおーフォーってね、まあ、処理はできるかもしれないけど、うん、フォーってなるから、いつもアニキーズのなんか PC フォーっ、ね、てましたね昔の動画見るとすごいねノイズ、昔のフォーナクルとかブーワーって常にいってるからねドライヤーつけとるぐらいです、そうだから昔のと聞き比べてもらうといいわ、あ確かに本当に、うんうん、なので今すごい静かだもんね、そうですね、うん、めちゃめちゃ静かになりまして、うんうん、これからね動画編集したいっていう人も結構多いですね、今最近多いと思うよマジで、はい、とかあのガチで、うんまあ、ゲームしたいからあの、うん、パソコンでやるとか、うんあのー、いう方も多いと思うんですけど、うん、本当ね、うん、思い切った方がいいから、いや絶対そうだよ、うん、マジで本当あの何十台と買ってきた我々に言うで、うん、そう中途半端で買うよりは絶対にいいもん、予算ギリギリよりちょっと出した方がいい、うん、頑張っちゃった方が多分、うん、将来的にね、そうだな、うん、本当ずっと使えるもんね、そう、うん、ね PC 調べるといろんなこうグレード出てくるけど、うん、本当自分が買えるギリギリを買った方が、うん、やれることが多いし、うん、あのストレスも少ない、うん、そうだね結局だからもうどんどんゲームだってさ、うんはい、処理が今後軽くはならない、重くなっていくばっかりで、まあそうですね、はいはいはい、よりリアルになったりとか、うん、だからそういうのにも対応して遊べるように、うん、っていうふうに考えるとやっぱ今スペック E の用意しておいた方がいいと思う、うん、いいと思うよ、本当に、ね、何百万と使ってきましたもんね、でもね、まあ、買ってきたね、正直、まあ、今回ね、今回こそいただけましたけど、うん、本当我々いろいろ失敗してます、ね、悪いことは言わんでっていう、うん、そんな感覚だよね、だ、うん、常にだって3人分買い続けて、ね、だから3人分では失敗してるわけで、そうなんですよ、かける3失敗ぜひ皆さんもね、うん、あのお探しの方は、うん、ガレリアで検索して、うん、すごく信頼できるブランドだと思いますので、うんはい、ぜひ皆さんも検討してみてください。概要欄にね、ガレリアのサイトありますので、そこからぜひ、飛んで見てみてください。お願いします。でですよ。はい。まあ、それ側を説明してもね、うん、ピンとこないというか、あまあね、PC 詳しい人がわかると思うんですけど、もっとわかりやすく、そのマイクラを使って、はいはいはい、あの、また後日、はいはい、まあ、年明けになるかな、うん、動画も作ろうかと思ってますので、うん、まあ、これにしたからこそできる、はい、マイクラっていうのをね、うん、お見せできたらなと、はい、そうだね、思いますので、はい、そちらもぜひご期待ください。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。